エンジョイポケモン、ラジポケモン、コムダンス、コムダンス、コムダンス、いいよ、ワード好きに喋って。おはようございます。おはようございます。本日4月28日、本日何の日かというと、ここ今現在秋田なんだけども、これから岩手の北三陸道の駅、これなんか4月19日に新しくオープンしたらしいんだけども、そこが石つぶて公園になると。今日オープンセレモニー1時半からで、今ここ秋田7時半で、一つポケフタ取って間に合うようにしていければと。呼ばれでもないのに開園式に、呼ばれでもないのに開園式へ、ちょっと見てみたいんで。で、株式会社ポケモンの人とか、その市の役員の人とかいて、まあ、もし話聞ければちょっと話聞いてみたいなと思って。まあ、秋田にポケフタないのもさることながら、推しポケってのはね、誰、推しポケモン、その地域のポケモンね、もう岩手とか、なんだ、福島とか、そういうところは決まってるけど、秋田はまあ今ないわけで、まあ、それを作らなければイベントも何もあったもんじゃないと。やっぱり秋田でね、どんどんね、ポケモン GO がね、あ、曲がるの間違ったまあいいや、幸先いいですね。なんとかして、だってこっち混んでるもん。いや、朝早くから混んでるもんだな。さあ、タープネキのタイミングが良かったよ。狙いね。おお、出させてきたな。よしゃよしゃ、到着した音でかん。なんか1年前ぐらいに来たんだよね。まずそこさ、早いとこ止めてければいいねか。うん、あ、なんだ、喧嘩だ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 。さあ、回してた、やばい、ゲットできてるか。あ、できてる、できてる。え、どれ、オッケー。この、このジムの下ということで到着です。で、1年前にできた道の駅九戸。あったあったあった、やっとお目にかかれるよ。真上から撮ったら光らない、オッケー。やることねえじゃん。何、ソフトクリームおじさんになってるじゃん。あ、大好き。おお、満開だ、満開していてる。ちょっと買ってこっかな、これ。あ、またタグメーターがあって、あ、ちょっと最後持って買っていく。やばー、美味しそうなの。あ、かぼちゃドーナツ、いや、買いてー、これ買いてー。一度は来てね、九戸の道の駅。はい、俺の戦利品。なんかね、このかぼちゃドーナツ、やばうまらしい。よかった、俺の目にクリアはなかった。あの猫ちゃんのまた旅かと思った。わ、すごい。すごい、すごい、すごい。え、あ、わ、すごい。すごい。めっちゃ人いる。めっちゃ人いるね、セレモニー。あ、セレモニーだもんね。テレビクルーも来てる。テレビクルーも来てる。やーべえ。はい、ということで道の駅岩手北三陸4都市合同で作った道の駅なんだよね。多分そうです。はい、中は後でだけども、いや、やばいやばい、俺初めて公園来たけども、いや、やっぱポケモンファン、結構車の中とかもポケモンのあれとかで来てる人が多い。あ、メディアとかも多いね、すごい。まあ、ヤドン公園とかそういうのに加えてだからね。おー、メディアとかもいっぱい、すごいな。やばいな、ブランコ。ああ、やべ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 、これは地元の大喜びだわ。ひー、
北三陸。こっちもある。中見てからかな。あ、何？あ、市ですね。市の方たちなんですね。はい。俺聞きたいことあったんだよな。はい。その、はい、これってあの市と合同で話とかを株式会社ポケモンと一緒に話を進めてきたで、そう、あの、まあ、市役所とあとここの管理者さんの業者さんとですね、話して、あのちょっとこういろいろ相談して、あの進めてきたという形で、4都市合同ですよね、の道の駅とでですよね、はい、その市の投げかけだったり受け止めだったりっていうのがどういう形に、はい、のなんてアプローチで行ったのかなって。いや、私あの秋田の人間なんだけども、はい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 、秋田市にの市にも話しかけて、うんうん、まあこういうのなんだいきなりなんか絶対できるわけないん で、 そうです、ね、なんかそういうのができるのかなっていうちょっと率直な疑問で、はい、もしかしたら式典終わりでちょっと、あ、まあまあ、まあ、いや、もう聞ければでいいんで本当に、いい、うん、始まるまでわたわたしてる、ね、そう、始まってなんだかんだわたわたしてると思うんで、またちょっとぐるぐる回りながら寄らせてもらいます。 ありがとうございます。すいません。そうですね、2時以降であれば、うん、少しお時間かかなと思います。そうですね、終わりましてです。こりゃ地域の人も大喜びだね。言ったからに、すげえすげえ。先週公演の中でもっていうふうにやっぱベース推しポケモンがあるからこそ、これね、まずだからどういうふうな流れで推しポケモンをこうなんていうんだ、競技にかけてピックアップしてもらって、何で行きましょうってなったら今度次の段階に進めていけるから、そういうアプローチで盛り上げる。はい、お邪魔します。これはなんだ、子供の遊び場があるって書いてた。師匠ない。あ、え、お、なんじゃこれ、この新聞どこにあったの？ありがとうございます。なんだろうこれ。ありがとうございます。あ、すみません。やべえ、名前を確定した。あ、ここはここでほら、レッツゴー出てて。あのなんだ、スタンプラリーやったけど全然当たらなかった、ね、あー、ちゃんと売ってる。あ、やばい、これは圧巻だな。ゴロゴロあるの、これ圧巻だ。ご覧ください、これがあのもうゴロ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 。あ、ちょっと待って、これさ、うん、ポケフトできるんだ。あ、本当だね、ポケフトできるんだね。敷地内には新しいポケフトも。いつ、こりゃやばいわ。はい、これは秋田市、秋田県の職員の方々に向けて皆さん報道になります。株式会社ポケモン、そして本日はお忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。それではただいまより石つぶて公園開園式を執り行います。本日は開園に際し石つぶてが駆けつけてくれました。早速呼んでみましょう。せーの、石つぶて。皆さん拍手でお迎えください。全ては岩手応援ポケモンに任命されており、公園のメインモチーフとなっています。続きまして、本日ご臨席をいただいておりますご来賓の皆様からご祝辞を頂戴いたします。はじめに株式会社ポケモンチーフクリエイティブフェロー増田純一様よりご祝辞を頂戴したいと思います。増田様よろしくお願いいたします。ポケモンはですね、あの1996年に一番最初にポケットモンスター赤緑というゲームから始まっているんですけど、その時からいたのがこの石つぶてというポケモンです。なのでもう20年以上ずっとあの世の中で活躍してきてるんですけど、こ
そして岩手県の皆さん、そしてこの富士市ということで、ますます活躍してくれるんじゃないかと思って期待しております。多分ですね、こうした素晴らしい公演ができたことに関して、きっとこの石つぶてもびっくりしてると思うんですね。この公演は、株式会社ポケモン農家の遊具は寄贈させていただきましたけども、この設置、そしてこの場所で皆さんに愛されて、ますます楽しい公演になっていければなというふうに、願っていますので、皆さんで可愛がっていただけると嬉しいです。そして今日もひょっとしたら岩手県以外から来てくださっている方、ポケモンファンもいると思うんですけども、日本中の、石つぶてファン、そして世界中の石つぶてトレーナーたちがですね、ここに来てくださることを期待しています。石つぶてですけども、このポーズこうなってますけど、これぜひ皆さん、なんかいいことあった時にはぜひこのポーズをしてよっしゃとやっていただければと思います。本日は開演おめでとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。それではここでポケモンのマンホールポケフタのお披露目をいたします。道の駅岩手北三陸石つぶて公園が開園されたご縁から、株式会社ポケモン様より当時に2カ所目となるポケフタの寄贈をいただきました。お披露目につきましては、株式会社ポケモン増田純一様よりお願いいたします。それではどうぞ。増田様、こちらのポケフタについてご紹介いただけますでしょうか。久慈の方に素晴らしい川がありまして、渓流の方をイメージしたところからビーダルというポケモンと石つぶてが、崖を登っているロッククライムという、ポケモンの技があるんですけど、それで登っているというふうに、なっております。はい。プテラはポケモンさん、なんだろう、富士の方で取れる琥珀があると聞いておりますので、そこからまあ蘇ったポケモンということで、3匹のポケモンがマンホールに入っています。ありがとうございます。7パーだけよろしいですか。はい、すいません、今すいません、私思い出残しで自分の YouTube とか残してて、はいはい、まあポケモン GO 中心でちょっと遊んでるんですけども、はい、ありがとうございます。いや、こちらこそもう本当楽しくて、これ上げさせてもらっても大丈夫ですか。すいません、はい、ありがとうございます。で、1点だけ質問したいことがあって、はい、今私秋田県の人間なんですよ。で、推しポケってのがいなくて、こういったなんていうのかな、県とか地域に経済効果だったり、こうみんな楽しむ場所作るって言ったら、やっぱ一番最初の初め推しポケっていうのをこう株式会社ポケモンさんだったり市とかと連携して作っていくって、その初めの一歩ってどういうアクセス方法からしたらいいのかなってちょっと常々いつも思ってて、県の皆さんからお問い合わせをいただける窓口あるってことですね。県の方からお問い合わせいただける窓口もありがたいです。県の方々、はい、すいません、なんかすごく お偉い方に別のそういうお話をさせていただいてありがとうございます。すごく記念になります。これを市の人だったり県の人だったり見せてちょっと役立たせてもらえれば、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。やったぜ。おい、チングラス、チングラスに乗れるよ。え、イワンコだね。はい、遊び方の決まりもちゃんと書いてます。いたずらにお友達をしてはいけません。傘の先の尖ったものを持ったまま遊んではいけません。 OK ですか。はい、石つぶて公園しまっていいですか。いや、最高。動物の森にポケモンの旗のサインで、これはこれでね、大変ご無礼です。
ちょっとお話聞いてもいいですか。はい、純粋にポケモン世代でポケモンの子なんですか。あ、そうですね、ポケモンとともに。あ、そういうことですね。はい、今現在あのなんかやってるあのアニメ見るとかポケモン GO やるとかカードゲームやるとかってどの部分になるんですか。はい、私原作ポケモンのゲーム。原作アニメもちょっとです。ああ、原作のそのポケモンのゲームから始まってるってことなんですね。あ、そうですね。あ、すいません、ありがとうございます。はい、あ、ちょっとこの、なんていうんだ、顔とか出してないですけど今の声だけ使わせてもらっていいですか。全然大丈夫ですよ。すいません、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、いや、すげえ貴重だね。貴重だ、こんな場所なんか本当貴重だわ。ということで、秋田から隣県岩手県石つぶて公園開園セレモニーに行ってまいりました。とても充実できた一日でございました。株式会社ポケモンのね、増田様にもお会いでき、というか私ね、あの原作から知ってるわけじゃないんで、その方の凄さも知らずに変な質問しちゃったなぁと少し後悔しております。サインももらいたかったんですけども、ちゃんと色紙だったりも用意せず、逆にねちゃんとしたものにもらわないと失礼になるんでね、すごく、後悔しております。ちゃんと色紙とか準備していけばよかったなと。まあそれはさておき、まずはね、当初の目的は石つぶて公園をの開園セレモニーに行く、そして岩手県のポケフタ、まだ巡ってないところを巡って新しい発見をこういろいろ探していきたいなと思って出た旅でございます。引き続きね、翌日ポケフタ巡り、こちら二戸のね、国宝さんってポケモン GO で知り合った、ポケフレンドさんも同行してくれるということで、みんなで楽しく行ってきた模様を次に続けていければと思います。まずは思い出残しの Vlog になりますが、お付き合いいただけましたら幸いでございます。ご視聴ありがとうございました。もしよければグッド評価並びにチャンネル登録よろしくお願いいたします。